ファーストキスを奪うのはどっちだ。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、第2話の反応集いってみよう。こいつ電柱と喋ってやがる。なんで電柱に話しかけてんの。なんで電柱と話をしているの。酒入ってない。電柱くん困惑してて笑った。電柱と喋るのは痛い。両手に花とはこのこと。あと何またするんですかね。開幕は頭おかしくて安心しちゃうな。大変盛り上がるオープニング来た。オープニングイントロで神といたします。オープニングで主人公が死ぬアニメは名作。このオープニングだけ見ると一番やべえ彼女誰だかわからないよな。完全に大好きだよ大好きだよ生まれてきてありがとうと同じノリの曲だな。とんでもなくアニソンっぽいアニソンが来た。オープニング見た感じ5人は出てくるのか。どう見ても5人しか出てこなさそうなんだけど、これ20分の1しかいないという事実。本編も相当頭悪いけどオープニングもかなり来てるわね。やっぱちょっと頭おかしいアニメみたいだな。ツッコミが追いつかない。オープニング原作準拠すぎるだろ。百カノのノリが全て詰まったオープニングすごいな。このオープニングところどころ狂気が混ざってない。電波っぽいオープニングだった。オープニングの最高期も過ぎて爆笑してしまった。宇宙で一番幸せな電柱になったせいで仲間意識芽生えた。怖すぎるだろこの男。いやこれくらいじゃないと100人の彼女を幸せにすることはできないのかもしれない。わたた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 た飛行をつく。突然の北斗の剣。やはりパローお目なんだな。そういうアニメなんだ。自然な動きだった。早くも先生のチャンス。女の子の手。ナチュラルに手を握られている。隙をついて手をつないじゃって。いやしい女がよ。9割残り1割は何なんだ。中身出てるぞ。エーデちゃんがエロい女をやっている。手をつないだだけで行くな。は思ったより冷静にツンデレできてるな。ビリデレとカドッカの学園都市館。生まれてきて一番幸せなんだ。色ボケ集団どもめ。登校時に女の子に人と手をつないでいくとか狂心臓やな。カノカノにはなかった境地。日曜はいい天気だからな。天気に関心があるんじゃの。別にそういうわけではありません。気になるところそこじゃないだろ。名前呼びイベントだ。名前呼びイベントもこれくらいコンスタントに消化していかんとな。富田負けるな。押せ。恋する女の子は可愛い。全国の連太郎の皆さんへ。はよ学校行けやこいつら。電柱さん困惑しとる。電柱すらドン引きするレベル。天子か好きすぎる。天子かその発想はなかった。なんか追われてる。このババアが次の彼女。教頭も走ってるやん。ダイガンダグロリアみたいな化け物来たな。教頭モンスターすぎるだろ。食堂に入り込むディープキス。ディープキスをされるのか。高速に厳しい人間。他人に反省を促す前にまず自分の髪型と服装を顧みてほしい。舌で貫いてくるタイプの怪異では。これもそういう妖怪だろ。ターボババアの足だ。先にキスをした方がファーストキスの相手。そこからキスの話につながるのすごすぎる。これは第三の女がファーストかっさらっていく流れ。どっから猫入ったんだよ。猫耳が生えるタイプのヒロイン。あーん来た。猫に気を取られて先生を許す女。卵焼き焼けるヒロイン。銀河一うまい卵焼き。目に突き刺すな。目にも穴はあるんだよな。レンタロウなら目からでも食べられるよ。銀河はまあいっぱいあるし。銀河は数えきれないくらいあるんだよな。ボッキー持ってきてて笑った。ボッキーはいかんでしょ。ボッキーはまずいですよ。何もかもがひどすぎるこのアニメ。その名前はいろいろとアウトでは。女性声優にボッキーって言わせるアニメ。ボッキーゲームきた。突然開幕のボッキーゲーム。両目やられた。目つぶしやめたげて。失明するだろ。目が赤くなっているのはお前のせいじゃい。風邪やわ。ハットトリックされちゃうって何。ハットトリックで客翼とつながった。やばい女しかいね。あ、イビンタ。イアタック。キャバクラにもないような異文化って言った経験が。キャバクラの何を知ってるんだ。あ、イアタックまた来た。七ビンタされたすぎる。あーもうむちゃくちゃだよ。落ち着くべきは脚本だよ。そこまでしてキスしたいか。始まったな、バトルアニメが。
こっからあと98人追加されるって考えるとネタが尽きないな。勢いがありすぎるな、このアニメ。もう彼女だからキスすること自体は受け入れてるんだよな。こんなこともあろうかと来たわ。二人とも不幸にしない方法とはどんな作戦なんやろな。赤面かわいい。何言ってるんだこいつ。どういうこと？シュレディンガーのファーストキス。なんだそのファーストキス不確定性原理みたいな。なんか新しいゲーム始まりましたが、なんでそんなの持ち歩いてんだよ。初めてのチューが流れるんだ。ガチの初めてのチューやめろ。割とまんまな曲出したけど大丈夫なの？それもしかして彼女同士でやる可能性ある？オチが見えた気がする。すごい、マジで一晩考えてきてる。なんてめんどくさいやり方なんだ。これもしかしてライアーライアー？なんでそんなライアーライアーみたいな説明あるんですか？なんかいろいろ言ってるけどこれライアーラだろ。騙されんぞ。ライアーライアーぐらい説明を理解できてない。そんな紛らわしいことしなくてもよくないか。作戦っていいか、何これ。難しいルールだけどどうせわからなくてもいいやつ。完璧な作戦だぜ。なるほど、全然わからん。ハッピーエンド。こんな綿密な作戦考えてるのバカだよ。本土楓さんに褒められる映像、脳に良すぎる。ライアーゲーム言ってて笑った。ライアーライアーさながらって言え。もうちょっと簡単な方法あるんじゃないの？結局それで通すんだ。ハリセンボンのマス物理。この誓いは死んでも守るんだ。じゃあ正解だな。性善説で生きている人間の論理、気持ちよすぎる。レンタロウハマジでハリセンボン飲みかねない男なんだよな。これもそういうプレイだろ。目隠しすると感度が上がるやつ。父やないかーい。やると思った。どうしてわかったんだ？判別できてしまった。素晴らしい、最高のアニメだ。エッチすぎる。パンモロ来たー。パンモロキャット。パンツ見えたー。猫に目撃させるのか。なんで猫が発情してんねん。パンツに飛びつくな。またミユとミタが家族一室に取られてんのか。オラ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 。ボコ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 。北斗百裂拳やられたわ。縁に終わらないだろこれ。さっきからちゃんと始まりの宙流れてるの。じわじわ来るな。そうはならんやろすぎる。毎回ボコボコにされてるの過酷すぎる。何やってんだこいつら。なぜ落ちそうになってるんだ。明らかに昼休憩超えててやばい。責任転嫁は基本。こいつら学校の授業どうしてるんだ。問題があるのは前提条件だろ。やっぱ女同士でキスするしかないだろ。やめて、私のために争わないで。教頭先生召喚。マジで教頭を召喚するな。まさかババアにファーストキスを。ババアの伏線内来てくる。ババアの垂れ乳、あんまり嬉しくない。キャメルクラッチ、ラーメンマンじゃないんだよ。ブロッケンマンを真っ二つにへし折ったキャメルクラッチ。現行犯ボーナス。動きがおかしいんだよ。ダークギャザリングを見てる気持ちになる。よく教員免許取れたなこの妖怪。リッカーみたいな動きすんな。ドブ扱いわろた。これが譲り合い精神か。そこは同じ考えで一致する。女の子同士でキスをするってこと？互いを分かり合ってるユリアニメだ。まあマジでこの2人はユリなので安心してください皆さん。シュキシャアワシエ。もうこの2人でキスすればいいんじゃないですかね。3人一緒にキスきた。最初からそれでいいだろ。マジでユリキスじゃん。ユリ成分も補給できるじゃん。そんなアラー展開するのか。もう先に女2人でキスしろ。キスガオキャプきた。新たな性癖に目覚めかねない。なんだよこの絵面。屋上で UFO を呼ぶ少年少女たちの図。ギャグ落ちになったけど正直めちゃくちゃエチエチと思う。そんなクソチ。UFO は欲しくステルパスでやれ。図書室ということは男なんか肉じゃがとオムライスだけ食べさせとけばいいのよ。別にあんたのためじゃないんだからね。富田美優さん毎秒ツンデレしてて面白い。なってきたな、ユリアニメに。彼女同士の距離が近くていい。ユリキスした仲だもんね。三一目きた。もしかしてこのビビン毎回やるのか。新しいヒロインが来たぞ。追加投入来たわね。一番可愛いの来た。
一目惚れのテーマほんと好き。100人やらなきゃいけないからな。早速3一目出てくるスピード感ありがたい。エンディングは初めての中カバーにするべきやろ。3人目、長名はマリアさんなるほど。長名はマリアらしい美女のキャラだな。エンディング可愛すぎるんだよな。こういった勢いでめちゃくちゃ乗り切るタイプのアニメ大好き。めっちゃ面白いわ。濃厚な庭だった。相変わらずテンポが良くて面白い。しかもこれで序の口なのか。このアニメいろいろとあたおかすぎるわ。これでまだ序の口ってマジか。なんか未だに最初の2人を攻略してるのかって思いながら見てたけど、まだ庭だったわ。 DT の妄想具現アニメかと思ってたら予想の斜め上のギャグアニメだった。久しぶりにアニメ見て爆笑したわ。バカバカしくて好きかも。このアニメくだらなすぎて逆に面白いパターンだわ。ヒロインズが肉食系すぎる。キスだけでここまでバカバカしいコメディーにできるのには感心した。今度楓にボッキー言わせて富田美優に演技される神アニメ。パンツ見えるしマジで覇権取れる。2話目も素晴らしい作画クオリティだったな。悪ふざけみたいな内容も両作画だとまた違った味わいがあるものだ。いやーよかった。2話はルール説明のあたりとかまだるっこしくて、正直そんなに面白くない回なんだけど、うまいこと料理されててよかった。前回のラキュタといい、今回の初めての中といい、意外と許可取れば使えるもんだな。イヤホン外すたびに初めての中流れてくるの笑うわ。こういうとこで許可取ってるのが好感度上がる。さっさと済ませてお金とババアにファーストキス奪われてしまうのか。逆にカップル率上がらんかこの学校。教頭の中の人もいい仕事してたわ。ほんと主演声優陣が適材適所で綺麗にはめ込んであるな。教頭、正義の暴走的なやつかと思ったら普通に悪いことしてる意識あって笑った。おバカアニメ全開だな。こういうの好きだわ。早くも3一目が出てきたか。次はこの子がアホアホ時空にとらわれるのか。100人出すんだからこのペースでいかないと。静香の顔見せまで行ったってことは次は原作4話までやるのかな。次回もめちゃくちゃ楽しみだわ。原作からするとこの頃はまだまともな方。人増えてだれるどころか加速していくからすごい。めちゃくちゃ面白かったけど、原作読んで彼女20人以上になれたからか2人だとなんか物足りないな。今見るとこの頃はカオス成分が少なくて見やすいと感じてしまうから恐ろしい。ということで100カノには視聴させていただきました。いややっぱり面白い。作画もめちゃめちゃ良くてバカバカしい描写もいっぱいあって最高ですね。原作絵も十分可愛いけど、アニメで見る100カノのヒロインたちはやたらめったら可愛いですね。はかりはずる賢いエロさがこれでもかと前面に出てるし、個人的にはエーデちゃんがこういうキャラやってるのが珍しくて興奮。カラネはツンデレテンプレが過ぎますが、一挙手一投足すがすがしい演出と動きでさらに磨きがかかってます。そんなヒロインたちにボッキーとかアウトスレスレイヤウトなこと言わせたりするのがもうたまりません。他にも北斗の剣やラーメンマンみたいなパロディーがおっさんにはツボを刺激する。これがわかる人は昭和生まれですね。教頭にキスさせるぐらい習って下りでユリユリに目覚めてくるのもいいですね。彼女が多くなるにつれユリユリな雰囲気がめっちゃ増えてくるから、ユリ大好きな私はたまりません。教頭はそういや初期にこんなババアいたなってちょっと冷めた目で見てたな。最初まさかこいつも彼女候補じゃないだろうなって戦慄した記憶があります。するにしてもそれこそ99人目とかだろう。3人目でこれは早いわって勝手に思ってましたよ。そんなこんなでラストには3人目の彼女候補が出てきました。この子は本当に可愛いからな。あんまり詳しくは言いませんが、この子もある特徴を持っていて、それがまたけなげで最高なんすよ。出てくるヒロインが全員可愛い。このアニメやっぱり今期ラブコメ最高峰なのかも。そういや今回からオープニング公開されましたが、なんか意味深なカットが。まさかこのシルエットは。正直これでもまだまだエンジンがかかってないとこなので、原作未読勢はどんどんカオスになっていく様を楽しんでください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。